能登半島地震の被災者を精神的な面でサポートしようと、肥前精神医療センターの医療チーム3人が今朝被災地へ出発しました。全国災害派遣精神医療チーム DPAT からの派遣要請を受け、今朝吉野ヶ里町を出発したのは肥前精神医療センターの医師や看護師など3人の職員です。3人は被災者の心のケアなど現地の医療機関のサポートに当たる予定です。生命の、危険を、直に感じた人でなくてもですね、生活環境が、かなりもう皆さん大きく変動した人ばかりだと思います。そういった人に対してですね、精神科の支援、本当の支援といったものをするのはなかなかちょっと難しいことかと思いますけれども、少なくとも寄り添えるようなそういったところでですね、力になれるようにちょっと頑張っていきたいと思います。午前7時です。医療チームが被災地へ向けて出発していきます。3人は食料や薬など必要な物資を車に積み込み、陸路で被災地を目指します。